かわいいなヘルブリッツ。さあ今日もポケモンやってくぜ。野生のポケモンと交戦中。強いんだよ、弱点ついてるはずなのに。ちょっと本気を出させてもらっているか。よし、これで捕まえられるかな。ちょっと雨降ってきた。ゴージャスボール使ってみようかな。説明文見た感じ、見た目がゴージャスなだけっぽいんだけど。お、よしよしよし、踊り鳥ゲット、やったぜ。イエーイ、お、いいねー、みんなザ・クール・スモッグ、いいんじゃない。はぁ、なんか右上にまた杭があるっぽいな。踊り鳥ダンスポケモンなんだね。あ、で、炎がメインなんだ。炎を飛行か。メラメラスタイルってことは、また別のスタイルがあるのかね。情熱的に踊る様が、パルデアの人々の気質に合うのか非常に人気。確かにかっこいいよね。もみあげも非常に情熱的というかね。使ってみたいな、踊り鳥。踊るダンスバード、略して音ダンバーで、どうでしょうか。音ダンバーどうよ。そう、あんま意識してなかったんだけどさ、ザ・クールを使っていて思ったのよ。捕まえたモンスターボールが反映されるのよね、ちゃんとね。今更結構今更だけど、みんなモンスターボールだったからさ、俺が使ってたの。ゴージャスボールになってんね、音ダンバーね。あー、特攻が上がって攻撃が下がる。これどうなんどうだろう。でも特攻の方が高いから、特攻タイプだったらこの性格いいよね。特性踊り子。誰かが踊り技を使うと、あー、自分もそれに続いて踊り技を出すことができる。これは誰かとペアで、レイドの時とかですかね。この技を覚えられればな。あ、かっこいいね、表紙もね。で、イン&ヤンが街の周辺にいるっぽいな。一応ね、来たんすわ、ボールタウンまでね。ただ、新しいポケモンはモドダンバーぐらいかな。まあ、イン&ヤンもね、バッコしていますけどこれは捕まえたからな、前回な。じゃあちょっと回復してもらって、うん、これ立ち上げ直すとね、天気変わるんだよね。別に雨は雨でね、趣あるんですけど、重くてさ、動画撮ってる時は晴れてる方がいいな。デスギガンとかいんね。そっか、草タイプのね、町ですもんね。町も多分草タイプのポケモンがいっぱいいるんだろうな。あれ、これ意外にいけないのまずやりたいことがこれなんだけど。あー、ダッシュか。ほっ、あー、いけた。よし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 そんな大したもんじゃなかったな。街の探索すっかね。あ、これもうポケモンに乗ってんだ。元トカゲだよね、これがね。早く着いた、ありがとな。こういうか、あー、これはライドフォルムになってるんですかね、元トカゲがね。どっから人工物なんだろうな。ハンドルとかも含めて、ハンドルとかも含めて、ポケモンなのか。ハンドル部分はさすがにあれか、人間側が用意してる。神とか、アブミみたいなもんですかね、馬でいう。ライドしたーい。あー、ひまわりが置いてあんね。ひまわりか。もしかしたらちょっとなんか可能性を感じてしまったんだけど、ベテルギウスの進化後とか使ってこねえだろうな。え、至る所にひまわりない？めっちゃ嫌な予感するそれだけはね、ちょっとベテルギウスの進化後だけはやめてほしいなめっちゃ楽しみにしてるから。めちゃめちゃあるなひまわりがめちゃめちゃ置いてあるな。デスギガントにしてほしいね。何ですかこれは。難しそう、行ってみよう。ボール名物とか言ってる。
迷宮アスレチック、おあ、ベテルギウスがいる。チャレンジしてみてね。なんかあるんだ。これ何？迷路ってこと？はぁ、あ、あ、人がいるよ。アイテムとか落ちてそうだね。中央に来たな。おいで。せっかくだからね。俺もベテルギウス出してみましたけど。あれ？いや、ここじゃないのか。これなんだ？どうなってんだ？こっちじゃないっぽいよ。みんなライドしたいと思ってるな。お、ここが真ん中？来たね。これでなんかもらえたりするのかな。すごいぞって言ってる。ここまで来れるとはなかなかすごい。誰もたどり着けないから。へえ、秘密基地にしてるんだ。そういうこと？お、なんだ。あるね。なんなの、断るごとに置いてあるな。あ、これポケモンなのか。え、ちょっと待って。ちょっと待って。なんだろうね。何か感じるものはないか、ベテルギウスよ。これだけ？アイテムないの？いや、道中にね、ちょっとあったけどさ。これだけなんだ。ああ、こっち側にはあったな。さらに奥があった。お！ポイズンテールか。ウパヤマさんの得意技だね。これは何？なんだろう。収穫。あ！コルサ。ネイチャーアーティストコルサが作ったアートってこと？なんかね。なるほど。収穫だね。わかるかい？ベテルギウス。なんか正面からだとうまく画角に収まらなかった。いいんじゃない？迷路はこれだけかな。でもん、待ち合わせ。変な置物の前で彼と待ち合わせ。この街変な置物多すぎ。これちょっと違うね、さっき見たやつとね。これは、あ、デスギガントに話しかけちゃった。ね、ポケモンたちのね、なんつうんですかね、当たり判定がでけえっていうか、人に話しかけようとしても、ポケモンに行くことが多い気がする。なんかこれ調べられないや。これも置物なんだよね、多分ね。あ、これも、投げ槍のキマワリ。コルサが作ったやつだ。キマワリ。キマワリ。え、でも俺思ったんだよね。確かに、ヒマワリの種だよ。ベテルギウスはね。でもさ、これまでやってきてる感じ、めっちゃネズミいるなーとか、めっちゃ豚いるなーとか、ね、言ってきたじゃないですか。ヒマワリ、もうメジャーじゃない？植物としてはね。かなり メジャーなね。植物だと思うから。また別という可能性も大いにあるよね。あ、これも収穫なんだ。わ。バトル場か、ここ。ここで戦うんかね。迷っちゃったね。迷うほど大きくもないんだろうけどな。ああ、缶の大将、ここにもあるんだ。オーラオーラ、ここにも出てる。あと、ベーカリーね。ああ、で、ここにジムがあるんだな。ジムに行けばいいの？ここが迷路でしょ？ジム行ってみる？ピンチョモルのあるじゃん。何回見てもこの絵好きだな。うまい！あー、そっか、ここで手持ちが見えちゃうんだな。いやー、ちょっとピンチョモルノに目がなくてですね、見かけたんでつい買ってしまったんですが、まあざーっとね、街見てみて、
いろいろあんだよね。プールとかさ、あと、そこにね、謎のアスレチックがあって、まあ、こう、要所要所に、ひまわりの像が置いてあって、俺にプレッシャーをかけてくるんだけど、ただまあなんか、特殊なイベント的なものはなさそうなんで、もうジムに行っちゃおうかな。ここね。で、手持ちのね、お、あ、勝手に降りた。イベント始まったな。あー、もしかして？いや、それだけか。勝手に近づいて、あれだ、ここがジムだっていうの分からせてくれただけか。これ取っとくか。うん。草タイプのジムじゃない？草タイプの弱点は、炎、飛行、虫、あと毒と氷ということなんですけど、まあ、毒はね、一応いなくはないんだけど、まあ、ちょっとその弱点属性で、弱点をつける属性で固めた感じ。あと草以外も使ってくる可能性はあるので、何にでも対応できるエスパーをね、配置してね。ちょっとこれで挑んでみようと思う。まあ、ちょっとレベルが読めないけどね。この街の周辺の野生はね、だいたい17とかなんだよね、高くてね。まあ、ガンスと杖先生がいれば、負けはしないんじゃないかなって思ってるけどね。まあ、多分リーダーと戦う前にトレーナー戦があるでしょう。そこでだいたいどれぐらいのレベルなのかなっていうのは掴める気がしますけどね。3人ぐらいいるんじゃない？トレーナー。お！いたー。そう。ネモが来るのかなって思ったんだよね。イベント入ったから。あ、稲ババ！よっすよっす。ジムに来たってことは、ジムバッジを集めてポケモンリーグに挑戦するんだね。そうだね。動機づけしてきたから。前回。はい。門前払いをね、食らったからね。失礼なことに。やったー！そう来なくちゃ！誘った甲斐があったよ。ジムリーダーと戦うには、ジムテストっていうお題をクリアする必要がある。そういうことなんだね。内容はジムごとに違うから受付の人に聞いてみて。ジムによって違うんだ。これあげとく。私だと思って使ってね。なに？スーパーボール10個。いい傷薬！ 3 つも！ありがとう。いい傷薬か。結構ね、落ちてるからね、アイテムね。稲間が、チャンピオン目指してくれて本当に嬉しい。なんかこう、いても立ってもいられない。それのトレーナーに片っ端から勝負挑んでくるね。ネモはもう持ってんだよね、多分ここのバッジはね。動けるようになったか。お、ドゥドゥココいいんじゃん。あ、キノココって呼んでる。ドゥドゥココのこと。このポスター、あ、ベテルギウスいるね。このポスターあれか？顔パンパン？顔パンパンの進化系かな？そんな気がする。キマーリの話をするんじゃない。キマーリ一体何なんだ。あ、クワッスの話してるね。俺もクワッスのスマホカバー使ってんだ。クワッスで挑戦したらボロ負け。ガーディなら勝てるかな。弱点がね、あるからね。最近学生さんが多い。あー、宝探しが始まったのかな。宝探しは、あれなんだね。学外でも有名な名物になっているんですね。かわいいなぁ。声がかわいいよね。ようこそ、ボールジムへ。挑戦者の名前を登録します。はい。稲葉場です。まずテストですか。当ジムリーダー、コルサと勝負するには、ジムテストをクリアする必要があります。いいけどさ。ジムテスト。キマーリ集め。一体何ですか、キマーリって。一体、何なんです。ボールは芸術の街。作品のモチーフとなる自然や、自然を育む太陽に感謝しており。あれ、太陽を描いてたんですかね。収穫の像はね。どちらの要素も持っている。キマーリを集めて、ひまわり。ひまわりモチーフですからね。おそらくね。集めてもてなす風習があるのです。山田さんにはボールタウンで太陽のようなお花のポケモン。キマーリの話しないでほしいな。キマーリを見つけていただき、
10匹集めてキマワリ広場へと連れて行けば、なんじゃそりゃ、ジムテストクリアとなります。キマワリ広場の場所をマップに登録します。キマワリ広場、はあ、スタッフに話を聞いて、キマワリのオブジェいっぱいあったけど、ジムを出てすぐ右、それでは行ってらっしゃい。一体何が始まるんだ、キマワリヒーロー。行ってみます。あ、これか、これっぽいね。明らかにキマワリ広場だね。キマワリ集め、キマワリお姉さん。キマワリって言い過ぎじゃない、さっきからジムのキマワリたちのお世話係。キマワリ集めをしに来たジムテストの挑戦者だね。キマワリたちには街中に散らばってもらおうか。何キマキ、そういう鳴き声なんだな。キマワリたち準備できたって。キマワリを10匹集めたら、こちらキマワリ広場へ連れてきて。ちょっとよくわかんないっすね。キマワリたちをよろしくね。ジムテスト、制限時間とかもあんの？キマワリを集めよう。この置物を持ってこいっていう話なんか。お、はキマワリがいた。キマワリは稲川についてくれよ。ああ、つい、早い早い、おい、結構いるな。めっちゃいる、周りにめっちゃいる。これを10匹ってこと？もう3匹なんだけど、早くない？簡単すぎませんか？ 3 匹だよ、もう。ああ、これがアスレチックの上にいたりするのかな。これ、自分のポケモン出せんの？あ、出せないんだ。豚ポポンは出せませんね。何の意味があるのかなって思ってたんだけど、アスレチック。いねえな。いねえな。技マシーンがあったんだ。これが、スキルスワップ。なんかうまく使ったら強そうね。あ、これも、ちょっと作風が違うようだ。これなんだい？虚空の無限。作者不明。コルサじゃないのかもしれないね。コルサがどういう人物なのか、全然わかんないけど。あそこにいるな。あそこにいるな。あ、逃げるな。逃げるやついんな。え、どうすればいいんだ。おーい。今一番ダッシュしてるからね。お、キマワリ。ん？あ、なんだなんだなんだ。バトルすんのか。はぁ、反抗的なやつもいる。13レベか。13レベだったらいけそうだね。ドダンバーさん、ちょっと捕まえたばっかだけど。見た目かっこいいからさーん。いいね。この技は持ってないけどね。飛行技も。キマワリあんま強くねえな。強くないな。13対14で、まあタイプのね、タイプ的に苦手とはいえ、もう少しなんか、これじゃないな。ベテルギウスの進化後はこれじゃないな。すげえ強くなるって話だから。経験値は美味しいね。お！ああ！ジェームス！このタイミングで来た！いいね！ジム前に、これはね、どうなるんだろう。全く想像つかない。おお、おお、おお、あれ？あれ？ちょっと違くない？なんか色違うよね。前、見たやつと。どうだったかな？本体部分しか本体部分を見てめちゃめちゃがっかりしたっていう覚えがあって、羽までちょっと思い出せないな。ビビオンはビビオンだけどね。あ、模様があるんだ。ファンシーな模様。これ何で変わるのかね。へえ。生まれた土地の気候や風土の影響により模様が変わるんだ。あー、じゃあ、あのトレーナーさんが連れてたのはまたちょっと別の土地から来たやつなのかな。不思議な土地の姿。不思議な土地。はぁ。何種類ぐらいあるんだろうな。
うん、あのね、図鑑で正直隣にいたから古風来の隣ね、ビビオンだったから、あってなったんだ。あ、いやでもまあ、キマワリと戦ったからもう図鑑見たら終わるな。見るのやめとこう。風起こしいいね。飛行技ね。ジェームズかっこよくなったなぁ。いいんじゃない。あ、で、途中でしたね。あ、太陽の石。太陽の石。あー太陽の石ってあれか、月の石の。使えるマジで。でもまあそうだよね、キマワリが落とすってことはいやでもね、違うと思うんだよな。たまたまじゃないたまたま太陽の石で進化するだけだと思うな。ちょっとやってみる、使ってみよっか、ベテルギウスすごいすごい環境だな。この状況でベテルギウス進化させたやついねえだろどうなるんだ。すごいなすごいな太陽まあ可愛いっちゃ可愛いけどね。すげえニコニコしてるし、張り付いたような笑顔だね。強いのか。昼間はむやみやたらと元気に動き回るが、まあこの後もある可能性もちょっとどうだろうなあるしね。日が沈むとばったり動かなくなるんだ。おーい、ほらちょっと近かったな、コフキムシたちとなるほどね、なるほどね。間空いてたからね、コフキムシとね、ひまわりのね、間ね。マジか、どんぐらい強くなった能力。あ、でも HP 高くない。ガンスに近いね。葉っぱカッター物理なんだけどな。メガドレインとか草結びは特殊技。特攻44。ジェームズは、ジェームズ2回進化を経て、こんなもんだもんね。まあ、レベルが低いからな。ガンスガンスでも特攻39だもんね。うん。強いね。強いね。レベル高いんだけどさ。一番。攻撃ね。素早さは低いけどね。素早さが上がる性格なんだね。まあまあまあ。あ、なんかちょっと、曇ってきたね。あれ、うちのベテルギウス出てる。出てないよね。捕まえなきゃ。あと4匹。正直、ひまわりたちを連れて探し回るの楽しい。可愛いし楽しいんだけど、重いんだわ。格付きが半端ないなぁ。あれ、もしかして迷路にいんのかなぁ。あ、そこにいんのかい。そこにいんのかい。もう早く来ないかなって。待ってたんかな。ひまわりがいた。はい、集めましたよ。それでじゃあみんな行くぞ。あ今ね、マップを開こうとしたんだけど、このまま空を飛ぶで他の拠点に行ったら連れて回れんのかなとか思ったんだけど、リタイアになっちゃうんだ。なるほどね。これでネモにね、会いに来たよね。ドギも抜けると思うんだけど。
完了したよ。お、わなるほどね。これは根気がいるからね。生半可なやつは途中でリタイアしてしまうだろうな。ひまわり集めてくれてありがとう。ジムテストクリアよ。どこのジムでもこういうのがあるってことですかね。10匹なんかポケモン集めさせられるのかな。ああジムに行くんだ。そうか、ここでもうコルサが出てくるわけじゃないのか。ていうかトレーナーはいないのかな、部下のトレーナーは。極みって言ってる。どういうこと、どういうこと。鳴き声が、あ、違う、個性があんのか。巻きでって言ってる。巻きでって。ここで完了報告すればいいのかな。ひまわりを10匹広場に集められたようですね。実は11匹なんだけどね。あー、ジムテストクリアです。うん、当ジムリーダーと勝負する資格が与えられます。ネイチャーアーティスト、ジムリーダーコルサに挑みますか。準備はしてきたよ。それでは、あー、バトルコートにご案内いたします。このジムは受付だけなんか。さっき見たやつでしょ、バトルコートって。外部にあるんですね、コートはね。あ、そうだね。あ、なんか、あ、結構、なんだろう、人が、観衆がいんのか。こんな溢れ返ってるわけではないけど、多少集めてくれた感じですかね。今日あれらしいよって。挑戦者よ！あ、なんかコルサの登場は、すごいいいよ、みたいな。書いてあったよね。注目、みたいなね。ここにいるんだ。お、ああ、上にいんだ。トウ！あ、大丈夫なんか、結構高いけど。おぉ。地味ではないよ。地味ではないけど、なんかちょっと日陰になってるしな。なるほどな。すごい登場シーンだ。よくぞ来た。私はコルサ。草ポケモン専門の芸術家。なんだ？あれ、ホース？水やりホース？無知なんかな。草ポケモン専門の芸術家、ボールジムのジムリーダーでもある。貴様のジムテスト、風車の上から見ていた。マジで？引きこもごものやつ。見られてたか。まあ、分かりやすいもんな、ひまわりいっぱい引き連れてるから。確かに俺も上から見てたいなとは思う。ひまわりを見つけ出すその洞察力だが、進化方法にたどり着く洞察力もあって、実にアバンギャルド。その神秘眼が勝負でも発揮されることを祈っているぞ。それでは私たち二人の合作アートを作るとするか。こういう感じの人か。準備はいいな。整形開始だ。そういうんですね、バトル開始のことを。おー、あー、かっこいい。あ、バトル前のね、メモとかと同じようにあるんだ。ジムリーダーのコルサが勝負を仕掛けてきた。ひまわりっぽいってよりはなんかバラっぽい感じですけどね、デザイン的にはね。チュリネ！わ、かわいいやつ使ってんな。ジェームズで行ってみるぜ。それも草か、チュリネも。芸術とは破壊と創造、養分にならぬよう足掻くことだ。風起こしだよね。虫タイプの攻撃技持ってないからね。頑張れ、ジェームズ。ちょっとレベル差があるけど、相性的にはいけるだろう。あ、メガドレイン使えんの？ここはいけるな。あー、ジムリーダー戦は、こう、自動で、視点っていうかね、カメラが切り替わるんだけど。自分で操作はできないんだな。よし、チュリネ倒したよ。チュリネも可愛いね。ミニーブ、知らないやつ出してくるな。まあちょっといろんなポケモン使いたいもんね。まあ、ガンス最後に出したいから、
ここは杖師匠にお願いするか。杖師匠とか杖先生とか呼び方が安定しないが、行け杖、頑張れミニーブ。お、なんだちっちゃいぞ。あー、レベル16。可愛いやつが好きなんだね、これさね。絶対これからまだ進化するよね。ミニーブも可愛いな。翼で撃て。一撃でやってしまうかもしれん。ちょっとレベルが上すぎた。まあまあまあ。ウソッキー、うわ、あれウソッキーあれだね。ウソッキーって草じゃないんだよ。草じゃないんだよ。あれ、あー、そういうこと。草以外も使ってくる。でも最後の一体なんだよね。杖のままでもいいんだけど。まあこういう時のためにね、豚ポポーンをね連れてきているんで。じゃあ総大将戦といきますか。豚ポポン、いけ！豚ポポンの対応力にかけるぜ。なかなか見どころがある。作品完成まで一気に導くぞ。ウソッキー。うん。あ、ウソハチの進化系ね。エナジーチャージ M ね。ウソッキーレベル17か。ああ、ちょうどあれだね。お互いの実力は白昼しているようだね。最後だからね。豚ポポンに決めてもらおう。ちょっとバランスは悪くなったけど、それでも跳ね続けるぜ。お、さらなる細工を加えよう。題して嘘から出た誠。なんだ、あ、お、テラスタル、何タイプ変えてくる。あ、あ、草タイプのテラスタルに住んだウソッキーを。あーってことはガンスガンスで良かったのか。いやでもどうだ、頑張れサイケ光線。うん、やりおるね。アートは時に速さが命、スピードを上げていくぞ。なに、草分け、なんだ、なに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 、ガーッガーッ。あ、素早さが上がってしまうのか。あ、でも俺の身、いやーでもどうだ、もう一回草分けされるとすげー見てる。みんな豚ポポーンのこと見るよね。ひょいひょいって跳ねてるから。あー、なんか雲行きが怪しくなってきた。これまずいかな。まだ先手取れる。急所に当たればいけるはず。サイケ光線、急所に急所に。まずい、草分け避けろ豚ポポーン。お前が当たんのかい。お前が急所に当たるんかい。なんてこった、なんてこった。仕方がない。本当の総大将はこっちだ。頑張れガンス。焼き尽くすね。初めて見ますね。ああ、そうか、岩技も使えるのか。でも焼き尽くす。うん、なんかアイテム持ってたとしてもね、焼き尽くせちゃうんだもんね。いい勝負だった。わあ、あ、晴れた。あ、なんだテラス、お、かっこいい、雄たけびを上げている。やったー、アバンギャルド。賞金もいいね。あ、めっちゃ笑顔、俺が。なんというアーティスティックなタクティクス。お互いね、技のパターン、ポケモンのディティール、すべてが研ぎ澄まされている。貴様との戦いを芸術と言わずして。他の何を芸術と呼ぶのだ。後ろのおばちゃん気になるな。ちょっとね、軸がちょっとずれてる。まっすぐこっちを見てもらいたいんだけど、違う何かを見てるんだよね、みんなね。監修たちがね。私の審査は文句なしの合格だ。その証にバッジを申請しよう。記念撮影にも応じてやる。マジで撮りたい、自分で撮りたいんだが。
あーこの感じでね、毎回撮ってくんかね、クリアするとね。これもいい写真だね。これ誰かが撮ってくれたんだろうな。おばちゃんが撮ってくれたんか、監修の。ジムバッジを1個所持すればレベル25までのポケモンが捕獲しやすくなり、いうことも聞く。25なんだ。貴様のようなトレーナーには私のお気に入りもくれてやる。お、草分け使ってたやつね。わーい、素早さが上がるやつか。草むらから飛び出すように攻撃、軽快な足取りによって自分の素早さを上げる。っていうか、キマワリ使ってこねえんだな。絶対使ってくると思ったんだけど。そうか。あー、インスピレーションが止まらん。止まらんぞ。新作の制作に取り掛かるゆえ、これに失礼。サラバだ。サラダバー。行っちゃうんか。普通に写真撮りたかったんだが、俺も。あー、でもここに戻ってくると。ここで電話？誰だろう。カシオペアか。あ、ネモッチか。ネモッチかん。やっほー、稲葉ば。やっほー、ネモ。私のポケモン、面白い技覚えたよ。何？なんだろう。そういえば、ジムの調子はどう？合格したよ。途中、盛大なネタバレを食らったけどね。あはは、おめでとう。稲葉ばなら当然だよ。なんか強くなった気がする。やっぱり稲葉ば誘ってよかった。私も各地を巡って徹夜で、トレーニング中なんだ。徹夜なんだ。ネモ面白いよな。ペパーくんも好きだけどね。ネモも結構好き。パルデア地方は広いから、マップを見ながら行く場所、決めるといいよ。強くなるには寄り道するのも全然ありだからね。寄り道はね、最低限でやってるから。そういえば今頃、ペパーは何してるんだろう。うん、それじゃあまた、どこかで会ったら勝負しよう。ペパーくん何してんのかね。どこにいるのかもわからんが。うん。これで、ジムはクリアかな？コルザさんに、もう一回会うことはできないんですか？お、なんか出た？ああ、技マシンマシンで新しい技マシン。あ、もしかして草分けが作れるようになるのかな？ああ、チュリネの葉っぱと羽っこの葉っぱか。羽っこの葉っぱはね、あ、ジョーダンのことね、羽っこって。羽っこの葉っぱは集められるけど、チュリネは、チュリネもそのうち出てくるかな。出てきたら、まあ、増産できる。あ、え？オドナンバーも使えんの？草分け。あ、っていうか、豚ポポも使えんのか。へぇ。草タイプの技ね。豚ポポが死んでいた。まあ。とりあえずね、二つ目の目的地クリアできたから、あ、なんか、え？あれ？これも、まあまあまあ。これも知らないな。これあれだ、オープニングで見たやつだね。これはリーゼントドリーって名前当てたやつでしょ。まあ、次は、ここですかね。スターダン。炎組のアジトね。まあ、多分ここぐるっと回っていく。東一番エリアか。うん、こう行く感じになるんだろうな。うん。まあ、今回はここまでということで。お疲れ様でした。また次回でお会いしましょう。さようなら。